ザビエルの頭を黒く塗った男でございます。今日もよろしくお願いします。ガリア戦記をねやっているわけですけども、まあちょっとあの国内のね、ローマ国内でどういう動きをしてたか、小家党がどういう活躍をしてたか、政治の状況がどうだったかみたいな話をね、してきましたが、改めてね、カエサルの冒険に戻っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。平定されたと思ったガリアでまさかの反乱が起こると。まあ前回まではね、あのルッカ会談でね、ポンペウスとクラッスス今後どうしていくか、三党体制どうするかみたいなね、打ち合わせみたいなのをカエサルはイタリアに戻ってやっていたわけですよね。ガリアがある程度平定されたから、あのクラッススの息子であるコラッススの活躍とかもあってね、まあおよそ2年で、まあ、大体平定されちゃったみたいなさ、そういう感じだったんだけど、あのコラッススが平定したね、西の海岸の地方ですね、ブルターニュとか、あとノルマンディとかね、あの辺ですね、その反乱の首謀者はですね、ウェネティ族という部族になります。まあこのウェネティ族っていうのは、なんかこの地域のね、港をことごとく抑えており、まあなんかそもそも港の数みたいなのが少なかったらしいですけどね。で、そのほとんどを抑えてるのがこのウェネティ族なんだと。だから海をこう利用したいっていう者がいれば、その強制的にね、港湾使用料みたいな、あ、港使うなら金起こしてねみたいな感じで取り立てていたと。で、船も最もね、多く所有していて、やっぱブリタニア、まあ今のイギリスの方ですよね。イギリスの方と、こう貿易をするとかで富を築いて、権勢を誇っていた部族、ウェネティ族が今回の首謀者だったんだと。おー、なかなかやばそうなやつやないかと。で、まあこのウェネティ族が中心になって反乱を起こされるわけですよね。で、コラッススそもそも、まあこの時ちょっと食料がね、なくなりつつあったっていうか、まあなんか不作が続いて、うまく食料の確保ができなかったんで、コラッスス自身が平定した部族に対して、ちょっと食料出してよということで要求したりしてたんですけど、その使者が、コラッススが送った使者がウェネティ族に捕まっちゃうっていうね。で、人質を返してほしくば、こっちの人質も返すんだな、みたいなことを言って、まあ、反乱の意思を示してくると。で、周りの部族も巻き込んで、明らかに反乱しようとしてきてる、みたいな情報がカエサルに入ってくる。で、カエサルはこれを聞きつけるとですね、急ぎ船を建造し、川を下り海に向かえ、即断するんですね。まあ、ルッカから、まあ、だからカエサル今ルッカにいるわけですから、当初イリュリアに行こうとしてたんですよね。だからもうなんか陸路で行こうとしてもとても間に合わないんで、川を下っていけっていう言い方をするんですよね。まあ、今のあのロワーヌ川っていう川なんですけど、まあ、ちょっとアルプス山脈の西側からね、ブルターニュの少し南の方というか大西洋にずーっと続いてる結構長い川ですよ。そこを一気に下っていけと。それが最短ルートだということで、川を下り船で急行するんですね。もう軍船も急増して、まあ、あの、急いで作ってですね。まあ、漕ぎ手とか水夫とか、操舵手みたいなのを迅速に揃えると、もうすぐ行くんですよ。まあ、このスピードですよね。やっぱやばいのはね。まあ、ちょっとカエサル自身も川を下ったのかわかんないです。多分ね、これ先に船行かせといて、ちょっとくさび打っといて、自分は陸路で行ったみたいな感じだと思うんですけどね。兵を全員乗せる船っつうのは、さすがになかなか難しそうじゃないですか。で、まあ、とりあえずなんかコラッススに対する補給物資とかさ、なんかそういうのを送っておいて、自分は陸路で行ったみたいなニュアンスかもしんないですけどね。ちょっとその辺わかんないだったっすけど。まあでもとにかく即断してすぐ行くんですよ。で、さらにカエサルのやばいところがですね、まあここでこういう反乱が起こったということは、戦っている最中に、まあ他でも起こってもおかしくないわけじゃないですか。っていうのを考えて、まあ最も優秀な副官ラビエヌス。ね、ベルガイ人との戦いとかでもすごい活躍してましたよね。このラビエヌスをレヌス川、ライン川ですね。ライン川の近くに配置して、東側に対するくさびを打っておくと。だ、要はこう、ゲルマン人が万が一またレヌス川を越えてきてもおかしくないというか、これで対処できるようにするっていうね、ような感じで配置しとくわけですよ。そしてコラッススには、コラッススス自身がね、このウェネティ族との交渉とかをやってたわけじゃないですか。だからコラッススにここ当たらせんのかな、もう一回平定させんのかなと思ったら、コラッススは違うんですよ。ここやらせないで、アクイタニアに向かうように指示するんですよ。マジかと。あの、アクイタニアって、ね、ガリアは三つの部分からなるって、あの冒頭のね、文章で有名な、その三つの部分の一つですよね、アクイタニア。アクイタニアとガリアとベルガイがあるよっていう風にね、カエサルは言ってたわけですけど、
まあ、今ガリアとベルガイほとんど抑えてるけど、アクイタニアまだちょっと手つかずな部分があるんで、そっち向かえと。まあ、つまりヒスパニアとの境界に近い南の方にね、コラッススを向かわせるわけですよ。ちなみにアクイタニが名まったのがアキテーヌだそうですね。ああ、そうなんだ、みたいな。あの、アキテーヌ港とかのね。だから今のボルドーとかね、そのあたりね。で、こうやってコラッスス南に送っておいて、アクイタニアの部族がウェネティと合流したりとか、急行したりとか、同調したりとかするのを防ぐという役目で送るわけですよ。さらに副官のサビヌスって言いましたよね。このサビヌスは、海岸沿いの、まあ、北の方ですね。ノルマンディー半島というか、ノルマンディーの方。まあ、ウェネティっていうのは、ちょっと西の方の半島にいるわけですけど、その北の方にあるね、突起になってる部分っていうか、半島になってるところ。まあ、ノルマンディー半島って言ったりすると思うんですけど、そこを押さえると。まあ、ここにも、ウネリ族とかね、コリオソリテス族とかね、レクソウィ族とかね、なんか三部族ぐらいこの辺にいたんで、そこの抑えをサビヌスに任せると。で、こいつらもうすでにウェネティとなんか意気投合してて、一緒に反乱を起こそうみたいな雰囲気になってたんで、合流する前にサビヌスを送って、合流させないみたいな、ね、そういう策を取る。分断させるっていう策を取るんですよ。なんかすごくないですか？この、単純にゴリ押しで攻めるとかじゃなく、サボらず各地に、あの、副官とかね、派遣して、万が一に備えつつ攻略に当たっていくっていう。なんかこう、視野の広さというかさ、なんかこう、盤面の見えてる範囲が全然違うというか、めっちゃ広い範囲をさ、なんか全部カバーしようとしてるみたいなさ。なんかね、これ戦争だけじゃなくて政治とかでもそうなんでしょうけどね。あそこがこうなってこうなれば、なるほどこうなるなみたいなのが、ちょっと見えちゃうみたいな感じに思えますよね。すごいっすよね、これね。そして今回のね、首謀者であるウェネティ族に対しては、ブルータスっていう人物に海軍を率いさせて、海から行かせるんですよ。このブルータスは、あの有名なマルクス・ブルータスですね。まあ、あの、カエサル殺す人。カエサル殺す人のいとこです。ああ、そうなんだ、みたいな。あのブルータスではなく、いとこのブルータス。デキウス・ブルータスって言うんですけど、まあ、この人結構海軍で活躍するんですよ。海で活躍するんで、まあ、ちょっとなんか、見分けというかね、聞き分けるために海ブルータスにしようか。この海ブルータスが海軍を率いて、ウェネティに当たるという布陣なわけですよ。で、さらにカエサル自身は、ウェネティ族に対して、陸から攻めると。海ブルータスに海軍引きさせて、カエサルは陸から行く。というもう盤石の布陣を敷くわけですね。で、ただ、あの、ウェネティ族の町っていうのは、なんかね、まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、岬の先っぽみたいなところにあって、その砂浜みたいな、砂巣みたいなのでこう、繋がってるだけで、まあ、だから、江ノ島とかさ、神奈川の江ノ島とかさ、九州の鹿の島みたいなさ、まあちょっとあの、いい例がね、あんま思い浮かばないんですけど、なんか、モンサンミッシェルみたいなさ、なんかああいう感じのさ、12時間ごとにこう満潮になると、完全に島な、その砂浜、砂巣が海に埋まっちゃうみたいなね、みたいなとこだったらしいんですよ。まあ、ウェネティの街で何個かあったっぽいんですけど、まあ、ほとんどそういうところに陣取ってた、みたいなニュアンス。だから、なんか、海から本当はね、海ブルータスに引きさせた海軍で攻めたかったんだけど、まあ、ここは地中海じゃなくて大西洋なわけですよ、もう。もうなんか波の高さとか風の強さとか全然違ったらしく、いや実際どうか知らないんですけど、知らないんですけど、そういう記述があったっていうだけなんですけど、違ったらしく、もうはるかに激しい、まあまあ確かになんか内海とね、外海だったらだいぶ違いそうだなっていうイメージはあるじゃないですか。だからなんか悪天候のために、まあずっと悪天候が続いたらしいんですよね。で、それで結局、海軍が船でできないっていう。ね、海ブルータスの艦隊ほとんど港に釘付けにされちゃって、機能しなかったんですよ。動かせない。ちょっとこの波じゃ出せませんけど、カエサルさんみたいな感じになって、動かせないんすよね。あ、で、しかもそのね、砂巣みたいなのがあるから、なんか不用意に突っ込んでいたらそこに座礁するわけですよ。あ、ちょっと乗り上げちゃいましたみたいなことになりかねないわけで、そもそも、すげえ風も強いし、波も高いし、もう今にも転覆しそうなところに、急に砂浜みたいな、浅いところ出てくるみたいな。ので、ちょっとね、なんか海から攻めづらいっていうのがね、あったわけですよ。まあまあ、こういう事情から、まあ、とりあえずじゃあ、船動かせないなら、陸から行くしかないか、つって、まあ行くわけですよ。まあ、陸ってことはカエサルが行くわけですよ、自らね。
で、たださっき言ったね、岬の先っぽにあるっていうようなね、町なわけですから、まあ、真っ直ぐ攻めてもね、むずいわけですよ。まあ、こういうシチュエーションってね、なんか他にも何度かあった気がしますけどね。あの、大スキピオはさ、こう裏側からね、なんか干潟みたいになってるところから密かに攻めるみたいなのとかさ。まあ、アレクサンドロスはね、あの有名な海を埋めて埋めて攻めるという戦略を取りましたが、カエサルは、埋める！やっぱり！やっぱりそうなんだっていうね。まあ、埋めると言ってもね、こう、アレクサンドロスの時のテュロスみたいな、あの、ああいう完全な島じゃないので、堤防みたいなのを作ってね、両側に堤防みたいなのを作って、こう、砂の両側にね。で、それで、こう、潮が満ちるのを制限した上で、満ちても、その砂にあんまり入ってこないようにね、した上で、雪上土手っていう、まあ、こう、階段状にこう、土手みたいなのをだんだん高くしていって、こう相手方の城壁と同じ高さまで持っていくっていうね。まあ陸をこう繋げちゃうみたいな、まあそもそもの、こう、城の攻略方法があるんですけど、その雪上土手っていうのをどんどん作っていって、城壁と同じ高さにするっていうやつで、まあ攻略を目指すわけですよ。で、まあ順調に、まあ抵抗もそれなりにあったと思うんですけど、順調にね、雪上土手を積み上げていって、敵と同じ高さ、ね、城壁の高さまで行ったと思ったら、このウェネティ族がすぐにこう町を捨てて、で裏から船で逃げて、別の町、あ、これ城市って書いてありましたけど、まあ城みたいな城壁に囲まれた町っていうことなんでしょうね。城市に逃げて、そこで立てこもっちゃうと。で、また振り出しに戻るみたいな。で、同じようなこう町の作りになってて、砂で繋がってるだけ、みたいな感じだったらしいんですよね。まあこれよくわかんないんですけどね。まあ本当にこう、同じような条件の街があったってことなのか。まあなんかそうそうなさそうな気がするんですけど。まあまあとにかく逃げられちゃったということが。まあなんか書き方的には何度かあったみたいな感じだったんですけど。まあおそらく一回だけね、そうやって頑張って近づけたけど、逃げられちゃったみたいな話なのかもしれないですけどね。で、なんかこのウェネティ族のもう船の作りがそもそもローマ軍と全然違ったらしいんですよね。船はなんかすごい平らになってて、まあ平らなだけでもう風とかの影響を受けにくいっていうのはあるじゃないですか。であと穂先と船尾だけ、要は前と後ろだけ異様にこう高くなっていて、荒波もこう耐えられるというかね、乗り越えられるみたいな仕組みになってて、で基本的にこう帆走、操舵するっていうタイプの船だったらしいんですよ。帆船なんですね。だからその帆は、まあローマとかだと麻布とかで作られてたみたいなんですけど、まあそもそも麻布とかがあんまり取れなかったっていうのもあるし、こう麻布とかだと強風に耐えられなくて破れちゃったりするわけですよ。だからウェネティ族の船はなんか獣の皮でそのね帆を作っている。だからそれで強風にも耐えられるみたいな仕様になってて、簡単に逃げられちゃうっていう。で、ブルータス軍は海に出れないような悪天候の中でも、ウェネティの船はスーって逃げてっちゃうっていうようなことになっちゃってたらしいんですよ。で、とはいえ、このまんまこう陸から攻めてても、ずっと同じように逃げ続けられちゃうだけなんで、まあ、やっぱこれ海戦で海で決着つけるしかないわってなってくるわけですよ。まあ、もちろんそのさっき言った船の技術の差とかね、そういうのがあるんで、まあ、不利は承知なんだけど、ただまあちょっとね、作戦はあるんですよ、カエサルと海ブルータス軍には。だからこれちょっとワンチャンかけてみるか、みたいなのを。まあ、海がまあね、ずっと悪天候だったわけじゃないと思うんで、落ち着いた頃を見計らって、まあ、海ブルータス軍率いる海軍が突っ込んでいくわけですよ。だからこれもね、なんか、ようわからんのですけど、その敵の船は、まあそもそも高さが低いっていうのもあったし、あと超頑丈だったらしいんですよね。なんかオークでできてて、なんかめっちゃぶっとい鉄の釘みたいなので、こう打ち付けてあって、まあ普通ね、横っ腹を昇格を当ててね、穴を開けて沈めるっていうのが古代の戦いなわけですけど、その突撃がもうなんか通用しないぐらい頑丈だったっていう風に書いてあってね。だから単純に突っ込んでもダメそうだっていうことが、まあ、これ事前に分かってたんですよ、海ブルータス軍はね。だから単純な突っ込みじゃ無理だと。そこで海ブルータスはですね、なんかその敵の船はだから帆船なわけじゃないですか。で、こっちは海船なわけですよ。海船ってこう、漕ぐ方のね、船なわけですよ。まあ、帆もあるんですけど、基本の動力は漕ぐことなわけですよ。で、向こうは基本が帆なわけですよ。風を受けて動くというタイプなわけですよ。相手の船の帆を使えなくしちゃえばいいんじゃないっていうことで、まあなんか竿の先に、先っぽにですね、長い竿の先っぽに、鍵爪みたいな、熊手みたいなのをつけて、
鉄でできた。でそいつで敵船のロープに、まあこう、あのね、自分たち頑張って近づいていって、漕いで漕いで近づいていって、敵船の帆のロープに、そのね、鍵詰めみたいなのを引っ掛けて、紐をぶっちぎる作戦っていう。何その原始的な方法っていう。行くぞ近づくぞつってバーって漕いでいって、いやーつってぶっちぎる作戦。これが功を奏し、功を奏すんだ。敵船の動きは止まり、あとは敵船に乗り込んでいって決着をつけるだけだと。ね、こうなると勝負にならなかった。海ブルータスの海軍は敵船を取り囲むと乗り移っては打破した。この海戦でほぼすべての反乱部族を捕らえ、彼らもおとなしくカエサルの元に下ったと。ということでね、やっぱね、海ブルータスも優秀ですね。うん、普通に戦ったら勝てねえから。あ、鍵詰めだ、みたいな。海ブルータスが考えたのかどうか知らないですけどね、カエサルが考えたのかもしれないですけど。まあ、それをね、実行に移すということができただけでもね、めっちゃ優秀ですよね。で、敵はまあ、おとなしくカエサル軍に、もう反乱しません。ごめんなさい。みたいな感じで下ってきたわけですけど、カエサルは反乱した者には容赦ない。もう一回反乱しちゃったから、君たち。もう謝っても遅いんだよ。ということで、長老会の全員を死刑に処し、まあ、長老会って、そのガリア人のまあ、指導層みたいな人たちですね。全員ぶっ殺して残りをすべて奴隷として売り払った。まあ、そうなっちゃうよね。うん。カエサルに立てつくとこうなるぞと。しかも騙し討ちとか反乱みたいなのが一番嫌いだからっていうね。まあ、こうしてね、カエサル海ブルータス軍はヴェネティ族に勝利を収めたということですね。そして同じ頃ですね、副官サビヌス。ですね。あの、ノルマンディの方に行ってた、サビヌス。ウネッリ族とか、まあ、他三部族、抑えていたっていうね、サビヌス。まあ、ここも戦いが起こってるんですけど。だからこのウネッリ族も、やっぱこう、ウェネティ族に呼応してね、謀反を企てて、もう周辺部族から兵を集め始めていたんですよ。で、そこにサビヌスがやってくる。で、抑えを効かせるっていうか、こう、ウェネティと合流させないという動きをしていくわけですけど。で、このウネッリ族、が募集していた兵とか、その数はどんどん膨れ上がっていってたみたいなんですけど、まあサビヌスはね、もう動かなかったんですね、一切。もう丘の上に陣取ると、そこから全く動かずに、もう敵もね、めっちゃ挑発してきたりとかするんですけど、一切乗らない。あまりにも動かないんで、敵からも罵られるわ、味方からも、大丈夫っすか、サビヌスさんみたいな感じで、ちょっと心配されるぐらいのね。なんか、臆病者のサビヌス呼ばわりされるようになってくるみたいな。そんな感じだったらしいんですけど、まあ、サビヌスとしてはそれでいいんですよ。そもそもね、ウェネティ族との合流をさせないということが、サビヌスの任務であるので、ウネッリたちをここに釘付けできていればね、それだけで、まあ、ある意味十分っていうところなわけですよ。だけど、なんかね、こう、ウネッリ族の中で、ちょっと噂が広がるっていう、なんかまあ事件というかね、があって、さっき海ブルータスたちが戦ってたウェネティ族ですね。今回の首謀者のウェネティ族が、まあカエサル軍を、まあ船で翻弄していると。まあ事実そうでしたよね。カエサルが陸から攻めても、海でピューって逃げちゃって、どうにもなんないみたいな感じで翻弄している。だからカエサル軍が非常に苦戦しているから、まあ、今、俺たちの目の前にいるこのサビヌスっていう副官も、カエサルの救援に向かうかもしれないという噂が立ったんですよ。でそれを聞くと、まあなんかそのウネッリ族たちも非常にこう血気盛んな部族だったっぽくて、あんな臆病者ども、逃してたまるか、一斉に突撃だ言ってですね、突っ込んでいくんですよ。これサビヌスの陣地はですね、ふもとからこう 1.5 キロほど緩やかな坂になっていたその丘の上にあるっていう感じの陣地だったんですね。で、そこにこう、ウネッリ族たちがもう全速力で駆け上ってくるっていう。ブワーッ！逃がしてたまるか！ヴェネティのところには行かせないぞ！言うてですね、やってくるわけですよ。もうすごい競争で。だがこれはサビヌスの罠だった。そうだったの？だ多分ね、これ、サビヌスの方も、さすがにこのまんま籠城してて、結構長い間籠城してたと思うんで、籠城してても、補給が持たなくなるっていうのも、あったと思うんで、こう、噂を立てて、敵に逆に突撃させたんですよ、サビヌスの方が。
別にサビヌスはカエサルの方に向かうつもりなんて全くないんだけど、こういうことを言えばあいつら突っ込んでくるだろうなみたいなニュアンスで、なんか味方のガリア兵とかをね、スパイとして送り込んで噂を立てさせて突っ込ませるっていうね、戦法を取ったわけですよ。頭いいね。まあ、突っ込んでくる方も来る方だとは思いますけど。で、まあ、敵はもうめっちゃその坂を登ってくるわけじゃないですか。1.5 キロ全速力で走ってくるわけですよ。1500メートル走みたいなのをね、の坂バージョンみたいなのをやらされた状態で、しかも武装しながらね。で、ってやっと陣地に着いた頃にはもうなんか息が絶え絶えになっていてですね。その丘を登ってきて、息切れしている敵を、もう一度の総攻撃で殲滅するっていう。まずい。華麗すぎるだろ、サビヌスっていう。それから見る間に次々と全ての部族がサビヌスに降伏したということで、めちゃくちゃ華麗にね、軽くこうひねり潰すみたいな。多分相手の方が兵力とかも上だったと思うんですけど。いやー、みんな優秀ですね。まあ、ウミブルータスもそうだったし、サビヌスも優秀だったっすね。そしてアクイタニーに向かっていた、コラッススはどうだったのかと。このアクイタニっていうのは、なんか、ローマにとっては曰く付きの場所とも言われていたようでですね。まあ、結構アンタッチャブルだったっぽいんですよ。セルトリウスともあったじゃないですか。ポンペウスとか、メテルスジュニア、メテルスピウスですね。が戦った、あの戦争で、セルトリウスに敗れた軍勢が、なんかローマへ帰る途中に、このアクイタニで襲われる、アクイタニ人に襲われるっていう事件があったりとか、まあそれも何度かあったっていうようなことがあって、まあコラッススは尋常ならぬ慎重さでことに当たらねばならぬと、覚悟を決めてたらしいんですね。で、まあ補給物資の手はずを整えて、まあガリア・キサルピナ各地からですね、部族の兵たちを集めて、アクイタニのソティアテス族っていう部族の領土に軍を進めることになります。これコラッススはサビヌスと違って、なんか不動の構えをして、まあとにかくウェネティと交往しないように死守するみたいな感じじゃなくて、コラッスス攻めていくんですよ。まあ明らかに攻略しようとしてるみたいな動きをするんですよね。そう、カエサル軍待たなくて大丈夫ですかみたいな。コラッスス一人で行くんすかって感じなんですけど、行くんすよ。まあそういう命令だったのかな。まあ行けるなら行っちゃってみたいな感じだったのかもしれないですけど。まあそんな感じでこう準備万端にね、進めたおかげか、まあ最初にこう領域に侵入して、まあ逆にそのソティアテス族っていう部族の方からコラッスス軍を襲いに来たんですけど、それを撃退することに成功して、さらにそのまま、ソティアテスの町まで休まずに行軍していって、で、工場櫓とかさ、波状槌とかさ、ああいう工場兵器をこう見せつけていくわけですよ。で、ベルガイ人の時とかはさ、なんか、その工場兵器見せつけただけでね、カエサルに下ったりとかさ、降参してくるみたいなのあったけど、まあ、工場兵器見せつけても、このソティアテス族はなおも抵抗してきた、勇敢に立ち向かってきた。らしいんですが、まあ、結局、やっぱ工場兵器には勝てなくて、相手にはならずソティアテス族はコラッススに下るっていうような感じになる。ちゃんとここで工場戦が行われて、ちゃんとコラッスス攻略するみたいな。いや、すごいね。感じになるんですよね。これで、このアクイタニ人たちは、マジかと。あのソティアテスがあっさり抜かれただと、みたいな感じになるわけですよ。まあ、ソティアテスがどの程度こうアクイタニ人の中で強かったのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、まあ、その抜き方みたいなのもすげえ華麗だったから、マジかみたいな。これはちゃんとね、こう戦力を急合しないとやばいかもと。こうソティアテスみたいに格好撃破されちゃうんじゃないかと。で、アクイタニ人たちは、まあ、アクイタニ人つってもだからいろんな部族がいるわけですよ。ベルガエ人の中にいろんな部族がいたのと同じようなことで、アクイタニ人もいろんな部族にみんなでちょっと集まって、今コラッススっていうやばいやつ来てるから、なんかすげえ工場兵器みたいなの持ってるらしいから、みんなで集まって戦わないとあれ負けるよみたいな感じで、いろんな部族に使者を送って集まっていくと。で、その中には、ヒスパニアの方にも使者を送っていて、ヒスパニアといえばあれですよね。ケルトイベリア人たちですよね。ケルトイベリア人たちにも使者を送っていて、その中の指揮官とか優秀な兵とかも駆けつけてきた。で、このケルトイベリア人たちがめちゃくちゃ優秀って言われてたんですけど、それなぜかっていうと、セルトリウスと共に長い間行動を共にし、あのメテルスピウス、メテルスジュニアですよね。メテルスジュニアとか、ポンペイウスと5部以上に渡り合った
歴戦の兵たちがそこにいたんですよ。まだローマ軍の戦い方、セルトリウスの戦術を身につけている者たちであったから優秀だと言われている人たちだったんですね。こいつらがコラッススの前に立ちふさがると、そしてこのセルトリウスの亡霊とも言えるケルトイベリア人たちが取った行動は補給路を遮断する。うわ、効きそうだねこれって感じじゃないですか。まあコラッススね、まあだいぶ遠征してきてるっていうのと、まあガリア・キサルピナの属州は近いけど、まあ逆に言うとね、東側っていうかね、ガリア・キサルピナ側からこう補給路とか作ると思うんで、普通だったら。まあなんか遮断するのも簡単そうなわけですよね。そこ遮断してくるっていう。さすがセルトリウスの亡霊って感じですよね。で、これが見事に効いちゃうんですよ、コラッススに。で、アクイタニ勢の方が兵力が圧倒的に大きい中で、まあ何人かわかんないんですけど、大きいという風に書いてあって、で、敵地に乗り込んできたコラッス軍は、こう、軍を分けて、その、補給路を助けに行くみたいな動きを、まあ本来はしたいんだけど、そんなことをして格好撃破されたら元も子もないので、軍を分けるわけにもいかず、もう補給路断たれたかと。であれば、もうこのまま決戦をするしかないっていう風に腹くくるんですよ、コラッスス。わあ、そうなるみたいな。まあでも確かにそうかもねっていう。で、アクイタニー勢としては、コラッススがそういう風に出てくることなんて、百も承知だし、まあむしろそういう風に仕向けてるわけですよね。補給路を断って、もう決戦しようぜと。で、向こう攻めてきてる側、こっち守ってる側なわけだから、もうただ防備を固めて、牢城に徹するっていう、もう最悪の展開になってくる。コラッススにとってはね。でもコラッスは、これを、気合で乗り切ります。どういうこと？もう正面から突っ込んでですね。これは敵の作戦などではない。奴らは我らと戦う気概もないのだ。ひるむことはない。突っ込め！言ってですね。いや、マジで。なんか、ガリア人の方が言うセリフじゃないのそれみたいなね。だいたい今までウネンリ族が突っ込んできたのもそういう感じでしたけど、突っ込んでいくんですよ、コラッス。で、実際アクイタニ側も、マジかよ、こいつら。この状況で突っ込んでくる普通っつって、ひるむんですよね、若干。まあ、あまりのそのコラッス軍の気合の入り方みたいなのにね。まあ、それでもね、どんなに気合を入れたところで、まあ、牢城を決め込んだ敵を相手にするのはね、まあまあまあ苦戦するわけですよ。相当骨が折れた。だけど、そんな中に、まあ、こう、なんか、騎兵隊がぐるぐる敵の陣地を回っていた時に、なんか、裏門の付近は手薄だっていうことの情報が入るんですよね、コラッス軍に。で、騎兵隊長たちをコラッスが集めて、奮起を促して、ここは一点突破するつって、見事に突破。突破して攻略してみせるっていう何それ気合と根性ともう最後一点突破で補給も断たれてる中で攻略してみせるっていうね、超優秀なコラッススでしたということなんですよもうチートだろその強さっていう。でこの戦いによってアクイタニの大半がコラッススに屈服し、まあ、率先して人質を送ってきたという感じだったんですね。いや、優秀すぎるでしょ。こう、カエサルの部下たち全員、まあそうだけどさ、まあ特にコラッススやばいよね。逆に親父のクラッスス何やってんだよみたいな感じですけどね。まあまあまあ、そんな感じで。だから今回のさ、戦争ってウェネティが反乱を起こしたから、ウェネティがね、ブルターニュのサビヌスがノルマンディを抑えて、コラッススがアクイタニ南を抑えて、ラビエヌスが東を抑えてっていう感じで、まあこのウェネティに当たるための布陣みたいな感じで、こうカエサル派遣したんだけど、コラッスス勢い余ってアクイタニ占領しちゃうみたいな。すごすぎるだろっていう。ね、まあそういう感じになるわけですよ。で、まあまあ、ラビエヌスの方には、この時はね、特に何事もなく終わるんですけど。で、まあ、こうやって、ウェネティ族の反乱っていうのを鎮圧したカエサルは、まあ、今年はね、そろそろね、この辺で終わんのかな、というように思いますが、こんなところで終わりません、カエサルは。はい。さらにですね、モリニ族とかメナピー族っていう、まあ、ベルガイのあたりを、ね、前回占領したわけじゃないですか。だから北の方ですよね。そのベルガエの、さらに、もうちょっと海岸線寄りの部族、モリニ族とかメナピー族っていうのがいたんですけど、こいつらが、まあ、ことここに及んで、未だに施設とか送ってこないと。で、標準の意を示してこないと
いうことで、おいおい、いい加減にしろよ、ということで、カエサル自身が軍を率いて、わざわざそこまで行くんすよね。いやー、偉いよね。うん。行くだけで疲れるもんね。よく行くなと思いますよね。しかもこの地域って、なんかこう、延々と続く森と沼地に覆われてるような場所だったらしく、まあ、だからこそ、こう、ね、このモリニー族とかメナピー族も、こんなね、カエサルが攻め入ってこようと思っても、そう簡単に行きませんよ、みたいなね、態度で、標準の意を示さないし、まあ今回もだから改めて、俺たちに下れっていうことをカエサルが言うけど、断ってくるということで、制裁を加えるためにカエサルが向かっていくわけですけど。で、やっぱまあこう森の中から急にね、敵が出てきたりとか、沼地に足を取られたりとか、で、こうゲリラ戦法で、こう翻弄されたりとかするわけですよ、カエサル軍は。だけどカエサルは、森が邪魔なら切り開けばいい、つって、本当に切り開いていっちゃうんですよね。森の中をボーンつって木をひたすら切り倒していって、その切った木を道の脇にこう積んでいってですね、こう簡易城壁みたいなのを、だから横から攻められない、ゲリラ戦法で横からね、吸収されないように積んでいって、城壁みたいにしながら、信じられぬほどの早業で森の中に長距離の道路を開き、逃げていく敵を追っていくっていう恐ろしいだろっていう。いやー、やっぱなんか英雄は発想が大胆ですよね。まあそうやって森の中をね、大陸脱作戦じゃないけども、ドーンっつって突っ込んでいって、どんどん切り開いて敵を追い詰めていってたんですけど、なんか途中からね、非常にこう悪天候が続いてしまって、工事もなかなか続けられなくなるみたいなことがあったみたいで。で、そんなこんなしてるうちに冬がやってきてしまって、完全にこのメナピーとかを攻略する前に冬が来ちゃったから、まあまあまあちょっと一旦引くかということで、東映のために、まあイタリアに帰還するというような感じになるわけですよね。まあ覚えてろよ、というようなね、ところで。一旦ここで、今年の戦いは終わるという感じですね。だからこうやってこうガリアの戦いって夏というかね、まあ秋ぐらいまで戦って冬には一旦イタリアに戻って春夏になると再開するっていうようなことが繰り返されるっていう感じですね。で、この冬にはローマではポンペウスとクラスがコンスルに就任している。まあルッカ会談で決めたことが実現しているというタイミングですね。昇華党との政治劇があったのもこの頃ですね。まあきっとカエサルが森を切り開いてるようなね、そういう頃にゴタゴタがいろいろあったんでしょう。つまり正式にね、カエサルのガリア族州総督の任期っていうのも延長されて、まあまあ順風満帆にね、まああとはメナピーとかね、ちょっとした部族を取り崩すだけだと、引き続き森の工事頑張りますみたいなね、そんな感じで思ってたんですが、冬が明けるとメナピー族の領域、つまり河口付近ですね。メナピー族って、まあ、海側にいる部族なわけですから、まあ、さっきのこう森を切り開いていった部族の領域、レヌス川の河口あたりをゲルマン人が退去して渡ってきたんですよ。マジかよと。切りねえな。ガリア平定したと思ったらゲルマンか、みたいな。だからなんかラビエヌスがなんか抑えようとしてた場所とはもっと違う北の方からね、来ちゃうんすよね。ゲルマン人が。で、しかもメナピー抑えられなかったわけですよね。カエサルは去年。ギリギリのところで悪天候で工事中止になって、攻略まで行けなかった。と思ったらここにゲルマン人がメナピー族を蹂躙するような形でやってくるんですよ。だからある意味なんか、うーわ、みたいな。いや、去年あそこ押さえとけば来られなかったのにな、みたいなタイミングでゲルマン人来ちゃうっていう感じになっていきますし、あとね、まあ、ローマ国内ではちょっとどうだったかっていうね、ちょうどこの前後ぐらいの話なんですけど、まあ、ローマに亡命してきたプトレマイオス12世いたじゃないですか、エジプトの王ですね、ファラオですね。ポンペイウスを頼って、たんですよ、このプトレマイオスは。まあ、昇華党にね、ちょっと今、官庁してるから、後にしてくれるみたいなね、こと言われて、わざわざね、昇華党の元に、プトレマイオス自身から行って、なんか会談とかしてね、昇華党からは、お前、エジプト戻った方がいいって勧められたけど、まあ、結局、側近とかに、なんか逆らえなくて、ローマに向かっちゃった、っていうようなね、話ありましたけど、あの後、ローマ
行ったプトレマイオスはポンペイウスを頼って、なんかポンペイウスのね別荘で彼をかくまったりしてたらしいんですよね。やっぱりこうプトレマイオス12世アレクサンドリアでね、反乱が起きたりとかしてるから殺されかけてるわけですよ。でなんかエジプトからの暗殺者みたいなアサシンみたいなのが来たりとかもあったらしいんですけど、ポンペイウスがそれをやらせないようにかくまったりとかしてたらしいですね。で実際その前からポンペイウスとか、まあクラススもそうだしカエサルもそうだし、プトレマイオスから資金提供を受けたりとかそういうのあったんで、ポンペイウスもそれを恩に感じてたし、まあ今後の政治的なつながりみたいなのも残しておきたいからかくまうことにしてたと。じゃあその逃げてきたエジプトではどうなってたのかっていうと、プトレマイオス12世の娘であるベレニケ4世っていう人物に王位を奪われるような格好になってたんですね。でこの娘はね、奥さんであったプトレマイオスの奥さんであったクレオパトラ5世って人もプトレマイオスが逃げた後にすぐに亡くなってたんで、まあおそらくベレニケに殺されたんだろうと、暗殺されたんだろうというふうに言われてるみたいですね。でさらにこのベレニケはなんかセレウコス王朝の最後の子孫って言われてるセレウコス7世っていう人がいたんですけど、この人と結婚するんですが、なんか数日後にすぐに殺すっていうね、とんでもないサイコパスっぷりを発揮していて、まあまあいろんなね、こう政治バランスの中でそういうことをやる必要があったとか、まあ、あるんでしょうけど、なんか王朝末期感やばいなみたいな感じの、もう暗殺劇がここで繰り広げられるっていう、ベレニケ4世っていうね、娘によって、っていう感じで、これちょっとエジプトやばいなと。で、数年間プトレマイオスは、1年、2年ぐらいかな ?2、3年ぐらいかな、ローマにいたわけですけど、このままベレニケに任せといたらさすがにやばいんで、ちょっと、ポンペイウスさんお願いします、みたいな感じで頼むわけですよ。で、もちろんね、金とか弾むんで、一緒にね、この、プトレマイオス12世自身が王位に復権できるように、手伝ってくれませんかみたいなお願いをする。で、まあ、ここもね、なんかちょっとごたごたいろいろあったりとかはするんですけど、なんか、当初は、ポンペイウス自身が、プトリマイオス12世を擁して、エジプトに乗り込んでいくっていうね、決議がされたりしたんですけど、まあ、これ、元老院の反対があって、これを阻止されたみたいな書きぶりだったんで、ちょっとどのタイミングかわかんないんですけど、多分これ、1年前か、そんぐらいだと思うんですよね、その話って。まあ、ポンペイウスの力がやっぱりそれだとさすがに大きくなりすぎるんでみたいなことで、なんかちょっと介入があって、結局ポンペイウス自身はエジプト行かないんですよ。でその代わりポンペイウスはシリア総督であったガビニウスっていう人に手紙を送って、プトレマイオス12世の復位に協力してくれればなんか1万タラントにやるから行ってくれと、プトレマイオス12世と一緒にエジプトを取り戻してくれというようなね感じでお願いするんですよ。あ、だからこの時はまだシリア総督はガビニウスなんですよ。まあ、ポンペウスとクラススはまだコンスルじゃないですか。で、翌年からシリア総督にクラススがなるんですけど、この時はまだガビニウスがシリア総督だったってことですね。まあまあ、そんな感じでお願いするわけですよ。で、ガビニウス軍はプトレマイオス12世を伴って、エジプトを侵攻していくと。で、この時、有名なアントニウスも騎兵隊長として従軍してる。まあちょっとね、いつかアントニウス伝みたいなのもやりたいですけど、第2回三島政治のアントニウスですね。で、アントニウス、ここで結構活躍したりとかしてて、まあそういうのもあって、プトレマイオス12世の復位はなるんですよ。で、ただ、だから、この戦いで、ポンペイウスの力を借りてしまった。ローマのというよりは、ポンペイウスの力を借りてしまったっていうのもあって、もうなんかエジプトは、ポンペイウス個人の属国みたいな扱いになって、言ってしまうんですよね。ああ、なるほどと。そしてプトレマイオス12世の娘が有名なクレオパトラなんですよ。クレオパトラ7世であって、でこの後すぐプトレマイオス12世から後継者指名されることになるんですね。クレオパトラが、プトレマイオス12世もこの数年後ぐらいにすぐ亡くなっちゃって、クレオパトラが王に就くみたいな感じになっていくんですけど、だからなんかすごい皮肉な感じになるわけですよ。ここでクレオパトラかと。まあなんかね、こう、逸話だとアントニウスとこの時、まだ幼かったクレオパトラが出会っていて、みたいなね、ことも言われたりしますけど。だからポンペイウス、カエサル、アントニウスを巻き込むね、まあ台風の目というか、なんていうの、そういうの。ちょっと、なんかいい言葉浮かばないですけど、なんかそういう感じ
になりながらね、クレオパトラがプトレマイオス朝最後の王となっていくみたいなね、こういう感じなわけですよ。だから小加藤の言うこと聞いとけばよかったのにみたいな気がしなくはないんですけどね。まあ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 ね、言うこと聞いてたところでね、どうなってたかわかんないですけども、まあそんな感じで、まあちょっとローマ国内というかね、ちょっとエジプトの事情こんな感じだったんだよ。ちょうど同じようなね、カエサルのガリア遠征のタイミングと同じような時期にこんなことが裏では起こってたっていうね、説明でした。ということでね、次は引き続きガリア戦記なんですが、ゲルマン人がレヌス川を越えて再びやってくると。これに対してカエサルはどう対処していくのか。っていうかまあこれもなんかすごいんすよね。やっぱね、カエサルの。なんちゅうか、オーバーキルっぷりっつうか。まあまあまあ、ちょっと引き続きお楽しみにしていただければと思います。以上、ザビルの頭を黒く塗った男でした。